シンクレアリサーチはサークライブシンクレアがイギリスのケンブリッジに設立した電気機器企業である。この項目ではその前身となったシンクレアラジオニクスも説明する。シンクレアリサーチの前身となったシンクレアラジオニクスは1961年に設立された。ハイハイ機器、電卓、ラジオ、テレビなどの製品を製造販売していた。 1966年、世界初のポケットテレビを開発。ただし、販売はしなかった。1972年、スリムなデザインの電卓、シンクレールエグゼクティブを発売した。その後、シンクレールケンブリッジ、シンクレールサイエンティフィック、シンクレールオックスフォードといった電卓を次々と発売した。1975年頃に、 シンクレア・ラジオニクスの経営の悪化は明らかになり、1976年に国家企業庁に株式の43%を取得されて、クライブ・シンクレアの経営権は奪われてしまった。そのため、クライブ・シンクレアは別会社、シンクレア・インストルメンツの経営を開始した。結局、シンクレア・ラジオニクスは1979年から1980年に、 かけて国家企業庁に後始末をされてしまった。一方でシンクレアインストゥルメンツは事業を軌道に乗せ解消を繰り返すことになった。1977年にサイエンスオブ・ケンブリッジに解消。1980年にシンクレア・コンピューターズに解消。1981年にシンクレア・リサーチと解消した。 1980年に当時としてはイギリスで最も低価格の99.95ポンドの ZX-80 でパーソナルコンピュータ市場に参入した。1982年にリリースした ZX スペクトラムはイギリスで絶大な人気を誇るようになり、コモドールやアムストラットと競合した。絶頂期には日本の第五世代コンピュータプロジェクトに触発され、 人工知能、ウェファスケールインテグレーション、形式的検証などの研究を行うメトラブをケンブリッジ近郊に設立した。シンクレール QL が売れず、TB80 が失敗すると1985年には財政的に苦しくなり、翌年にはコンピュータ製品の権利とブランド名をアムストラットに売却した。シンクレアリサーチは現在も企業として存続しており、 サークライブシンクレアの発明のマーケティングを行っている。シンクレールレイディオニックスポケットラジオシンクレール、マイケロマティック電卓シンクレールエグゼクティブで時計、シンクレールブラックウォッチ1961年7月25日、サークライブシンクレアはイギリスのケンブリッジにシンクレールレイディオニックスを設立した。設立資金はプラクティカルワイヤレス紙に記事を書いて稼いだ。 シンクレールレイディオニックスは、ハイファイオーディオ製品、ラジオ、電卓などを開発した。1963年、最初のラジオシンクレールスリムラインを、キットの携帯で発売した。翌年、世界最小のラジオと銘打って、ミクロマイナス6という超小型ラジオを発売。これに、別売のトラリスタを使うと、腕時計のように手首に装着できた。年、 世界初のポケットサイズの FM ラジオと銘打って、ミクロ FM を発売したが、技術的問題があって、失敗に終わっている。しかし、極東で、その不正コピー品が製造された。1967年には、最後のラジオキットマイケロマティックが、やはり、世界最小のラジオと銘打って発売された。マイケロマティックは1971年まで、販売された。 1971年5月には、シンクレール・レイディオニックスは8万5千ポンドの利益を上げ、56万3千ポンドの回転資金を有していた。翌年には、それぞれ9万7千ポンドと76万1千ポンドに成長していった。1966年、同社は、ステレオ25という低価格プリアンプで、ハイァイオーディオ機器市場に参入した。 1964年に安く手に入れたトランジスタを使っていたが、1968年には新たなトランジスタが入手困難となって製造が止まった。1969年、代替としてステレオシックスティーを発売。これが人気となり、プロジェクト60としてシリーズ化された。プロジェクト60製品はよく売れ、1972年にはプロジェクト605が、 後継として登場した。1974年にはさらに、プロジェクト80を発売。1973年9月、シンクレアは、エイブルズディールというシェルフカンパニーを購入し、シンクレアル・レイディオニックスと自身の興味が噛み合わなく、なった時の保険とした。1973年5月の回転資金は180万ポンドになった。1966年、 シンクレールレイディオニックスは世界初のポータブルテレビマイケロビジアンを開発した。しかしコストがあまりにも高かったため発売することはなかった。1976年これを改良したマイケロビジアン t p 1 a モン 1A を99.95ポンドで発売した。しかし予想したほど売れず12000台の在庫を抱えたため安くして売りさばいた。 このため48万ポンドの損失を計上した。サークライブ・シンクレアは1978年に発売した TV1 バイトはもっと売れると考えていたが、これも期待外れだった。ポータブルテレビの技術はバイネスティーネに売却した。1970年代の主要製品は小型電卓である。1972年、世界初の薄型電卓。 シンクレールエグゼクティブを79.95ポンドで発売。機能は基本的なものだけで発光ダイオードを表示に使っていたため電池の寿命が短かった。エグゼクティブは驚異的な売れ行きを示し180万ポンドの売り上げをもたらした。1973年24.95ポンドと調低価格を実現したエグゼクティブメモリーを発売。 1974年には、科学技術計算機能を備えた、シンクレールサイエンティフィックを49.95ポンドという低価格で発売した。逆ポーランド気法を使用し、5桁の仮数部と2桁の指数部で数値を表示した。1977年、これを改良した、サイエンティフィックプログラマブルを29.95ポンドで発売。 さらに17.22ポンドにまで低価格化したサイエンティフィックプログラマブルマーク2を後に発売した。1975年シンクレールオックスフォード300という科学技術計算用電卓を29.95ポンドで発売。さらにハイエンド電卓市場向けに金や銀を外装に使ったシンクレールソブリンを発売した。この電卓は技術の高さと デザインが好評で短期間ながらよく売れた。1975年8月、ブラックウォッチという5桁の LED 表示の腕時計を発売。しかし、バッテリーと精度に問題があり、大きな損失を計上した。シンクレールインストルメントシンクレールレイディオニックスの没落が明確になった1975年8月、シンクレアは1973年9月に購入した。 シェルフカンパニーエイブルズディールをシンクレールインストルメントリミテッドと解明した。1976年4月、国家企業庁がシンクレールレイディオニックスの株式の43%を65万ポンドで買い取った。予想通りシンクレアは経営権を失ったため、1966年から同社に勤務していたクリス・カレーと共にシンクレールインストルメントの経営を開始した。 シンクレールインストルメントは運転資金を得るためリストカルキュレーターを開発し大成功を収めた。シンクレールレイディオニックスの最後1978年6月、国家企業庁はシンクレールレイディオニックスの出資比率を73%まで上げた。しかし経営は改善せず、1979年5月に電卓事業とテレビ事業を売却した。 同年7月にシンクレアはシンクレール・レイディオニックスを辞任した。1979年9月に国家企業庁はシンクレール・レイディオニックスの残存事業をシンクレール・エレクトロニクス・リミテッドと解消した。1980年1月にサンダー・エレクトロニクス・リミテッドに解消した。1989年にサンダー・エレクトロニクス・リミテッドは サールビー・エレクトロニクス・リミテッドと合併し、サールビー・サンダー・インストゥルメンツ・リミテッドとなった。2021年現在、エイムサールビー・サンダー・インストゥルメンツとして事業は続いている。サイエンス・オブ・ケンブリッジ ZX801977 年7月、シンクレール・インストゥルメンツは、サイエンス・オブ・ケンブリッジ・リミテッドに解消。同じ頃、イアン・ウィリアムソンが、 クリス・カレーにナショナル・セミコンダクターの SC、MP やシンクレアの電卓から取った部品を使って組み立てたコンピュータを見せていた。カレーはこれに大いに惹かれ、シンクレアにこれを製品化することを進言した。ウィリアムソンとは合意に達したが、契約は結ばれなかった。ナショナル・セミコンダクターはこれを再設計して、同社の部品だけで構成するようにし、プリント基板の製造も申し出た。 1978年6月 SC-MP を使ったワンボードマイコンキット MK14 を発売。1978年7月にはすでにパーソナルコンピュータの計画が進行していた。当時計画された製品が100ポンド以下で発売できないと判明するとシンクレアは全く別の ZX82 方針転換した。1979年5月 ジム・エストウッドが ZX80 プロジェクトを開始し、1980年2月には発売にこぎつけた。同年11月、サイエンス・オブ・ケンブリッジはシンクレール・コンピューターズ・リミテッドに解消した。ホームコンピュータタ・タイメックス・シンクレール 1000ZX81 のアメリカ版 ZX スペクトラム ZX マイケロードライブのカートリッジ1981年3月、 シンクレールコンピューターズはシンクレアリサーチに解消しシンクレール ZX81 を通信販売で発売した。1982年2月、タイメックスがアメリカ合衆国での製造販売権を取得した。同年4月に発売となった ZX スペクトラムは125ポンドでメモリ16基分、175ポンドで48基部を備えていた。 同年7月、タイメックスはアメリカで、タイメックスシンクレール1000を発売。1982年3月、シンクレアの利益は855万ポンド、回転資金は2717万ポンドとなっていた。1982年、ケンブリッジの元は、ミネラルウォーターの工場だった土地を新たな本社とした。この土地は、 シンクレアの財政問題により1985年12月には自治体に売却されている。1983年1月、ZX スペクトラムはラスベガスで開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーに出品された。同年9月、シンクレアは従来のブラウン管テレビとは異なるフラットスクリーン技術に基づいた TB80 というテレビを発売した。 TB80 は、事業としては失敗であり、1万5000台しか売れず、開発費の400万ポンドを回収できなかった。1983年、ケンブリッジ近郊の建物を200万ポンドで購入し、そこに、メトラブを含む研究施設を創設した。1983年後半、タイメックスは、タイメックス、シンクレールの事業を辞めることを決定した。 競争の激しいアメリカでは、ZX81 は大きなシェアを得ることはできなかった。しかし、アメリカ以外の国々ではその後も数年間製造販売が続いた。ポルトガルでは回路や表示能力を改良した Timex シンクレール2048や2068が発売されている。またフロッピーディスクドライブを採用した、フロッピーディスクドライブ3000も発売したが、 あまり売れなかった。1984年1月12日、マッキントッシュが実際に発売される直前に、シンクレール QL が発表された。ビジネス市場志向の新しいコンピュータであり、価格は399ポンドとされた。しかし、発表した時点では、最終的なデザインが完了していなかった。一万三千台の注文が入っていたが、五月に出荷開始した時点では、 数百台しか出荷できなかった。これは当初搭載されたロムでは容量が足りず追加のロムを不格好に加えた形のマシンが少数だけ出荷されたためである。ユア・シンクレール氏はこれを業界史の中でシンクレアリサーチを褒めている言葉はほとんどないと評した。完全な QL は夏の終わり頃にやっと登場した。遅延についてのシンクレアに対する不満は 同年5月、広告基準局が指示を表明した。特に問題視されたのは、出荷の数ヶ月前に、注文の小切手を現金化していた点である。QL はそれまでのシンクレアのコンピュータの成功には、ほど遠い状況だった。同年秋の時点で、シンクレアは年末までに25万台を売る予定で、ミリオンセラーになると公言していた。 QL の生産は1985年2月に中止され、同年末までに販売価格が半分に設定された。1981年から1988年にかけて、シンクレアはコンピュータ用の各種周辺機器も生み出した。ジョイスティック、放電破壊プリンター、メモリ拡張モジュールなどである。その一部は他社の開発したものをシンクレアのブランド名で販売したものである。 スペクトラムの外部ストレージはコンパクトカセットが普通だった。一般にはその後フロッピーディスクへ移行していったがシンクレアは独自の ZX マイケロードライブを採用した。これは磁気テープを使ったカートリッジ型の媒体で信頼性がやや劣っていた。QL でもこれが主な記憶媒体とされていた。ZX スペクトラムの外観を変更した。 ZX スペクトラムが1984年10月に発売された。小売業者はこのマシンがクリスマス商戦の目玉になると考え大量に発注した。しかし期待したほど売れず小売業者が在庫を抱えたためシンクレアの出荷量は翌年の1月には激減した。スペクトラムはデザインが変更されているだけで元のスペクトラムと中身は同じだった。 スペクトラムの真の拡張である ZX スペクトラム128は1985年9月スペインのインベストローニカが開発した。1986年1月にはこのマシンがイギリスでも発売された。トラブルとアムストラットによる買収1985年1月シンクレアは LCD 腕時計にラジオを付属した FM リストウォッチラジオを発売した。 アンテナはストラップに組み込まれていて、バッテリーは止め金に隠されていた。この時計はいくつか問題があって、完全な量産には至らず、シンクレア製品の中でも、珍品となった。シンクレール C5 サークライブシンクレアは、以前から、電気自動車に興味を持っていて、1980年代初期には、タンザの個人用自動車を設計していた。1983年3月、新たに、 シンクレールビークルズリミテッドを設立し、1985年1月10日、シンクレール C5 という電気自動車を発売した。このバッテリー駆動の自動車は、環境問題の解決にも寄与し、価格も399ポンドと、手ごろだった。しかし、事業としては、完全に失敗し、1万7000台を販売しただけで、シンクレアは700万ポンドを失った。 同社は1985年末までに生産された。C5 の失敗と QL の失敗、さらには TB80 に失敗が重なり、サークライブ・シンクレアは投資家の信頼を失った。1985年3月28日、シンクレアは、シンクレアリサーチのリストラに1000万ポンドから1500万ポンドが必要であると発表した。しかし、同社はすでに信用を失っており、 新たな投資が得られる見込みはなかった。1986年4月7日、同社はコンピュータ製品とシンクレアというブランド名をすべてアムストラットに売却した。これは製品とブランド名だけの売却で会社そのものは存続した。ケンブリッジ Z88 シンクレアリサーチ本体は研究開発ビジネスのみに縮小し、いくつかのスピンオフした。 子会社の持ち株会社となった。子会社としては、アナマーティック・リミテッド、シェイエコミュニケーションズ・リミテッド、クマンブリッジ・コンピューター・リミテッドがある。現在もシンクレア・リサーチは存続しているが、1980年代とは全く形態が異なる。1993年、1994年、1995年と連続で損失を計上し、 サークライブ・シンクレアが自分の財産を自身の発明に出資し始めた。1990年までに従業員はシンクレア自身と営業担当、研究開発要員だけになっていた。1997年には同社の社員はシンクレアただ一人となった。1992年、ジケという電動自転車を発売、シンクレアの二度目の交通機関への挑戦である。 時期は C5 と同様失敗に終わり2000台しか売れなかった。最高速度は時速 16km で通信販売のみで扱っていた。1999年シンクレアは Z1 ミクロ AM ラジオという世界最小のラジオを発売した。2003年ザ20ウィールチャードライブユニットを発売。香港の中でザインズとの共同設計、生産で両社は 制度 C、スクーターの水中推進装置も共同開発している。2006年7月12日、サークライブシンクレアは折りたたみ自転車 A バイクを発明し200ポンドで発売した。発表は2年前の2004年に行われていた。以下は1980年代にシンクレアリサーチ内で開発が行われたが、製品化されなかったプロジェクトである。ありがとうございます。